さんの車で行ったんだ。山本さんはこれは息子の友、息子の友、うん、結構もう2台持っとるね。だってやっぱり、家は広島じゃな、僕は。保育所でもね、今また子供ができとる。まあ栄養取らないけんけん、まあ声取るぐらいでいい。恵子さんって嫁さんのことよ、弟のね。まあちょっと声だね、ちいとあれかな、ゆとりができたのかな、ようかな。うち、うん、でも弟の、お兄ちゃんの弟のね、うん、恵子さん。ああ、嫁さんは前から声と。いや、ちいとも今よりよ、より声だけね。ますます痩せたんか思うたんよ、結婚式。ラギでの。シシかなんか出るけ、あ、これ見る、あんこ、おいしいよ、もうおいしいし、あのあれ、定食おいしい。昔でだいぶ前はね、おじゃとかいろいろしてたのが、まあ、これ、やってみたけど、ものすごい上手、安くてね、で、新鮮なんよね。相手の小学校もないはずの、ここは相手の小学校そしてそれをね、用意して出すああいうだけ新鮮なよ、美味しいわよ。請求かなんか運んやん、うん、そういうのが。今のカルコちゃんの親もさ、どっちかなって、この子主演だったじゃん。これはいい、色が焦げとるけど、中野さんは100勝勝負よって言われたな。ああ、もうするし、お魚釣ったり。
魚を釣ったりするんか。うん、うん、言うて聞いたけど、どっちかだ、うん、そうだろうな、百姓だけでもなんか作るよね、うん、色が焦げとるけ、あ、うん、あ、こ、こ、焦げとったらええわ、ね、あれ、これは天界の、うん、これ飛んでる、このマシーン、あれ中でけえのトンネル通ったかいの、来るとき、これは新しい道路だけど、来るときこれを通らんかったよの、下通ったよな、昔の中道の昔の通ったよの、詳しいね、魚釣りに来よったけど詳しい、これはもう最近見ることだ、これ今から、これはちょっと上上がるんだろうね、中道通ったけど、あ、見てごらん、藤の脇、ここは藤の脇や、藤の脇じゃん、で、これ越したら、あっちは船橋、こっちは本土町、こっち側が畳、うん、まあ、これは町だもん、さっきわしは、あ、この下のとこ、あこ通ったんや、まっすぐこっち行ったんやかな、急角度、ここが左回るじゃろ、中国道通ったけ、あれだったよ、国道だけ、うん、こっち行ったらね、会場に行くやろ、今から披露宴の会場に、うん、で、こっちは今、お花、まあ、こう、トンネルがすぐやね、うん、で、あのトンネルが最近できたってね、昔はなかった、うん、昔はなかった、いや、心もなかったらいいんですよ、経路ねー、これも、まあまあ、いいよ、だったね、心もちょっと変わったよね、できたって、家ができる前は畑みたいなかったんじゃなくてな、まあ、上の方ね、あら、みな下の方に建てるわけの、上での便利便利の、ねえ、家だったら今、テイクちゃんの旦那もなくなっていたら誰にも、長男、子供にも、今の家いやいや、ケイクちゃんすごい住んどったのが府中なんだ、いやいや、あこはあのあれは、あれじゃないの、うん、いたないの、いたやろ、書いた、歯売っとる、あ、売っとるわけで、うん、まあそれからどうしとんかしらと売りましたね、もうみな金にしとる、みな金の方が今順は立っとるけんね、順は立っとるけ、あの、いらんわいな、うちゃくやりしてんか思うとったよ、うん、場所はまあまあじゃけんね、この辺はどうなの？奥の家にあるか、どうなの？ここはね、もう奥の家に、奥の家に、はためいたら相当向こうだろ、もうちょっとまだまだ、この辺はね、深海、この辺もやっぱり百姓だろうけど、百姓やの、早瀬はあの船の、あれだけの、この辺は何か言ったら百姓やの、な、百姓と漁師、漁師もあるんやろうな、うん、海が近くだけ、ね、こっちの方はあんまり利用せんわやろ、向こうはよ、ガソリンスタンドかとかどうなるか違うか、ここは
が出るとやるよ。もうちょっと人はね、あれがあるよ。イノシシが出る。京都と通過するんよ。ちょっと曲がりにくい場所でね。で、あ、行き通過したわって感じでね。あんまり、こう、めったて考えたらね。素通りするよ。だいぶ行ってから、あら、目で引き返しようかな。他のモリスとかやから、まあ金がいいんだろうが、上がるとこだけ土地がなかったんかの。便利がいい、あれもうちょい狭いとこだよ、ね、そうじゃろう、わからんよね。ちゃんと入り口でもなんかわかるようにしてあったらいいのか。そこもあるんだ。そこは今やってるし、狭いの斜めだの思うやったの。そうでもないの。何回かけたら、この中で見たんとの、ここが狭かったんだよ。